これからこの書き出し方を体験してみましょうと。通常時と催眠時の感じ方の違いを感じてみようということでですね。で、一番最初は、お母さんについて、この普通の思考体ですね、書くということをします。で、その次にですね、催眠の状態になってですね、お母さんについて書き出すと。で、こちらの方でですね、時間を計ってますんでですね、やっていただきたいんですけども、お母さんのことがですね、大嫌いだっていう人のためにいらっしゃるんですよね。お母さんのことを考えただけでもうムカムカしてきて何もできないなということを言う方がいらっしゃるんですけども、ニコッとしますけど、本当にですね、そういうのは真剣にそうやって感じられてる方がいるんですよね。で、その場合にはお父さんについてとかって、お父さんも嫌いなんだとかって感じですね、なりまして、そしたら子供時代からですね、ずっと自分の近くにいる人のことをですね、書いていただければそれでいいんですよね。というわけで、そういうふうなお母さんについて思い出しても別にムカムカしないような場合にはお母さんについてですね、やっていただければ OK です。で、まずは普通の思考体でお母さんについて思い浮かんでくると何でもいいですから、どんどん書いていってください。で、それと同じような感覚で催眠の状態で書いてみるということをします。だから催眠の状態だから何か特別なことが浮かんでくるんじゃないかというふうに思ってですね、それを待ってると一向に特別なものは浮かんでこないです。普通の中体と同じような感じでですね、思い浮かべて書いてみると、後でですね、見てみると、ああ、なるほど、催眠の状態っていうのと普通の中体とちょっと違ってたなというのが分かりますのでですね、それでは、こちらで時間を計ってますんで、お母さんについて普通の中体で紙の上半分にですね、書き始めてください。提出してくださいっていうものじゃないんでですね、何でも好きなことを書いていってください。はい、お願いします。はい、3分間経ちました。それではですね、これから催眠の状態になってですね、書き出すということを行いましょう。それでは先ほどお伝えしたのと同じような感じでですね、やりますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。目をつぶって大きく深呼吸を1回してください。
両手の指の中にぎゅっと握りしめ、目をぎゅっとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。全身にぐっと力を入れて、数を3つ数えたら、息を吐きます。1つ、2つ、3つ。もう一度、両手の指の中にぎゅっと握りしめ、目をぎゅっとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。全身にぐっと力を入れて、顔が真っ赤になるぐらい、体全体の筋肉にぐっと力を入れて、数を4つ数えたら息を吐きます。1つ、2つ、3つ、4つ。さらにもう一度、両手の指の中にぎゅっと握りしめ、目をぎゅっとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。全身にぐっと力を入れて、数を5つ数えたら息を吐きます。1つ2つ3つ4つ5つつま先に意識を向けてください。つま先から力が抜けた、かかとから力が抜けた、足首から力が抜けた、ふくらはぎから力が抜けた、膝から力が抜けた、ももから力が抜けた、お尻から力が抜けた、お腹から力が抜けた、両足から力が抜けて、とってもいい気持ちです。両足がダーレーとしているところをイメージしましょう。呼吸ともに、さらに両足から力が抜けていきます。大きく深呼吸を1回してください。とってもいい気持ちです。お腹から力が抜けた、腰から力が抜けた、胸から力が抜けた、背中から力が抜けた、肩から力が抜けた、肘から力が抜けた、手首から力が抜けた、手のひらから力が抜けた、指先から力が抜けた、両手から力が抜けて、とってもいい気持ちです。両手がダレーとしているところをイメージしましょう。呼吸とともに、さらに両手から力が抜けていきます。大きく深呼吸を1回してください。とってもいい気持ちです。さあ今度は肩から力が抜けた、首から力が抜けた、顎から力が抜けた、歯から力が抜けた、唇から力が抜けた、鼻から力が抜けた、頬から力が抜けた、耳から力が抜けた、目から力が抜けた、まぶたから力が抜けた、眉から力が抜けた、眉間から力が抜けた、額から力が抜けた、頭のてっぺんから力が抜けた。
全身から力抜けてとってもいい気持ちです。体全体がダラーンと白いところをイメージしましょう。呼吸ともに、さらに体全体から力抜けていきます。大きく深呼吸を3回してください。深呼吸が3回終わったら、草原に佇んでいるところをイメージしましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。その色がとっても青くて、白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくて、そこにいるととってもいい気分です。草原に佇んでとってもいい気分な自分自身を思い描いてみましょう。そうしてるとどこからともなくとっても心地よい風が吹いてきました。その風に髪がなびいています。その風に前の草木がたなびいています。その風に吹かれているととってもいい気分です。さあにわたりをぐるっと目指してみましょう。すると不思議なことに地面に飛び上がります。想像力を100万倍働かせてとても素敵なドラえもんの子供ドアのような扉を思い描いてみてください。そしてそこまで行って扉を開けてみましょう。扉を開けてみるとそこには心の底に続く階段があります。そうです、その階段は今回の催眠のために作られたあなただけの特別な階段です。その階段を一段ずつ降りていきましょう。階段を一段乗りごとに催眠が10倍ずつ深くなっていきます。10倍、100倍、1000倍、10000倍、100万倍、どんどん深くなっていきます。どん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 階段を出て、一番下に着く頃にはとっても深い催眠状態になっています。どん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 降りていきましょう。どん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 階段を出て、一番下に着いたら目の前にもう一つの扉をイメージしてください。そしてその扉を開けます。するとそこにはとっても素敵な部屋があります。そうです。その部屋も今回催眠のために作られたあなただけの特別な部屋です。部屋に入ってみましょう。部屋に入っているのそこにはとってもそれに心地の良さそうな椅子と引き出しのついたテーブルがあります。椅子に座ってリラックスしてください。部屋のレイアウトはあなたが好きなようにイメージしましょう。イメージするとそのように変わっていきます。あっという間にあなた好みの部屋が出来上がりました。さあ私の言葉に意識を向けてください。私の言葉が大切です。周りから聞こえてくるさまざまな音、風の流れ、光の変化は今回の催眠を深めるためのバックグラウンドミュージックだと思ってください。私の言葉が大切です。私の言葉を聞いているととってもリラックスしたいい気分になります。私の言葉に意識を向けているととっても深い催眠状態になっていきます。いつでもどこでも私の言葉を思い出すととってもリラックスしたい気分になります。私の言葉が大切です。私の言葉にしっかりと意識を向けてください。さあこれで深い催眠の状態に入りました。この状態においてお母さんのことを思い浮かべ、普通の正体と同じような感じで紙に書くということを行ってみましょう。ただ一つ違うのは筆が止まったら目をつぶり、呼吸のみ意識を向けて深呼吸を3回し、またインスピレーションを思い浮かべようとすることです。普通の正体と違った何か特別なことを思い浮かべようとするのではなく、ただただお母さんというキーワードで思い浮かんでくることを紙に書くということをしてください。こちらの方で3分間時間を計っています。はい、書き始めてください。積極的に積極的にお母さんのことを思い浮かべて、その様子を紙に書いていきましょう。
さあ、今書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。そして意識を階段を降りていった部屋の中の椅子に座っている自分自身に戻しましょう。そしてイメージの中で椅子から立ち上がり、扉を開けて階段を上がっていきましょう。階段を一段上がろうとに催眠からどんどん覚めていきます。どん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 階段上がり、一番目についたら扉を開けて草原に佇んでいる様子を思い描いてみましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。空の色がとっても多くて白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくて、そこにいるととってもいい気分です。これから数を1から10まで数えると意識が爽やかに戻ります。1つ、2つ、3つ、手と足に力戻ってきました。4つ、5つ、6つ、体全体に力戻ってきました。7つ、8つ、9つ、意識がはっきりしてとってもいい気分です。とで爽やかに意識が戻ります。と手と足の指先を動かしてください。手首、足首を動かしてください。体全体の筋肉にグッと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ったら軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。